レイスを行う。バジュラの女王と融合したのか。この禍々しいまでのプレッシャーはもはや人のものではないな。チッ、どす黒い嫌な匂いがしやがるぜ。フォールドクォーツとインプラント技術による超時空ネットワーク。この銀河規模のネットワークは完全な並列思考ではなく、結節点となるターミナルには他の端末に対する優位性がある。それをさらに集約すれば、最終的には中央の一点が他に対する完全な上位存在になる。ゴールドクォーツを返しても思考ネットワークの頂点、それはバジュラの女王か。そう、つまりクイーンと融合した私こそが銀河の支配者となるのよ。でもそのためには全人類をインプラント化する必要がある。そんなことができるはずがないわ。いや、そのためのバジュラだ。逆らう者には死を、受け入れる者には霊族を。フォールドダンスをのみならず、平行世界の境界までも軽々と超えるバジュラ。彼らが退去して襲撃してくれば、我々人類に対抗する手段はない。そして私たちが必要としていたのが、バジュラとコミュニケーション可能な唯一の人間、リトルクイーン。バジュラ同士の通信を傍受しても解析不能だったプロトコルが、一度人の意識を介するだけでこんなに簡単に解析できるなんて。ランシェもドクター・マオも知らなかったでしょう。ドクター・マオ。そう、ドクター・マオノーム、プロトカルチャー研究の第一人者。駆動神、あなたはよく知っているでしょう。これは彼女の研究の成果でもあるのよ。黙れ、マオがこんなことを望んでいたはずがない。そう、彼女はクイーンの謎を解くことができなかった。でもドクター・マオとランシェには感謝しなければならないわね。それぞれの血を引く二人が私の研究を後押ししてくれたのだから。その二人ってまさか。バジュラとダイレクトに接続した我らに歌など無意味。さあひれ伏しなさい。運命すら支配する神にも等しき我が力に。生きなさいバジュラ。我が目、我が耳、我が手足、その強靭な爪とともに思い知れ我が力を。私の歌はもう通用しないの。そんなことない。思い出して、シェリルさんが、シェリルさんがいたから私は飛べたの。シェリルさんが力をくれたからアルト君も飛べたの。だからシェリル、アルト、お前言ったろ、絶対に諦めないって。俺は諦めてないぜ。だから、だから来いよシェリル。お前が、お前たちが俺の翼だ。だからもう一度飛ぼうシェリルさん。ランカちゃん、アルト。この戦場にいる全ての兵士に告ぐ。ギャラクシーが、グレイス・オコナーたちこそが我らの真の敵だ。エノが翼に誇りを持つ者よ、我と共に進め。スカルリーダーよりスカルフォー、敵の追撃を振り切り、なんかマクロスクォーターまで連れて帰れ。いいな。了解。
ルリーダーより各機、スカルフォーがランカーをマクロスクォーターへ連れ帰るまで敵を引きつけろ。振り切れない。ブレラ、お前たちとの戦闘で被弾したおかげでやっと奴らの支配から逃れられた。さあ歌うんだランカ。悲しみも怒りも喜びも思いのすべてを歌に乗せて。お兄ちゃん、悪あがきバジュラたちに引き裂かれるがいい。何、バジュラ攻撃をやめた。どうなってんだよこれは。もしかしたらバジュラは僕たちを。ありがとうみんな。ランカ、まさか。アイク、届いたの、歌が。私とシェリルさんの歌が。バジュラにもちゃんと気持ちがあるの。でも私たちとは違ってて、人間がなんでこんなにバラバラでみんなが違うことをしているのか理解できなかった。だからバジュラは得体の知れない人類からコールド波の通じる私を助け出そうとしてくれてたの。だけど私とは違うシェリルさんの歌声を感じることで、私たちが一人一人違うんだって、ちゃんと気持ちを伝えなければ分かり合えない生き物なんだってやっと分かってくれたの。だからみんな抱きしめて、銀河の狭間で。プロトコルが通じない。これが歌の力だというの。バトルギャラクシーより熱源多数射出、ゴースト V9 です。バジュラクイーンがダンスオフィールドを展開。どうやって突破すれば。バジュラが、バジラたちが断層に道を。前期バジラ先に続け。まだまだ。今だ、マクロスアタック。よし、
らの未来を、僕たちの希望を、いくぜ。なぜわからないの？これが人類進化の究極の姿よ。何が進化だ。バジラを犠牲にしてるくせに。貴様を援護する。ウレラか。お兄ちゃん、クイーンの頭を狙え。頭？バジラのお腹で歌うんだよ。そうか。この虫けらどもが。お前たちに繋がれていてよくわかった。どこまで行っても人は一人だ。だから我らは。だけど一人だからこそ誰かを愛せるんだ。ああ。